依頼はこんな感じだ。内容を確認するのか。今はこれを受けてるぞ。うん。それじゃ、うん、依頼はこんな感じだ。ようこそ。いくつ売る？それでいいか？タイムセール、お買い得品だぞ。どれにするんだ？迷ってるのか？作るか。レシピを表示するぞ。どうする？行くぞ。札幌まで何時間ぐらい？順調に行けばフェリーに乗って約12時間だ。嘘、もっと近いと思ってた。こいつは途中で車中泊だな。北海道に渡ってからも長いからね。まこちゃん大丈夫？ええ、気合で駆け抜けるわ。おお、その息だ。まこと、さすがにちょっと疲れたわね。ええ、なんとか。でも少し休憩したいわ。一日中乗ってたからな。ゆっくり休んでくれ、マコト。ごめんね、マコちゃん。私が代わってあげられたらいいんだけど。大丈夫、私が任されたんだし、運転するのは好きだから。それにみんなの話し声がするだけで楽しくて眠くならないから助かるわ。よし、誠に何かねぎらいをしてやらねば。リュウジ、誠の肩揉んでやれ。あとソフトクリーム買ってあげて。エスパイセンって、なんで俺？私も寝る前にマッサージしてあげるね。すっごい効くってモデル業界でも評判のやつ。ありがとう、楽しみにしてる。すまない、誠。ソフィア、どうしたの急に？私は人の役に立ちたい。肉体の疲労なら物理的な刺激が効果的だ。だが私は AI、マッサージは不可能。人の役に立てない AI、 存在意義ない。バグ、どうした？ソフィアは繊細すぎる女子なのか？そうよ、そんなに深刻にならないで。あなたのおかげでとても助かってるから。いつもありがとう、ソフィア。そうか、ならよかった。ソフトクリーム食べてみたいな。切り替え早えな。誠の疲労もある。北海道に渡ったら車で一泊しようぜ。となれば夕食はご当地グルメだな。なんでそのチョイス？
しもうひと踏ん張りだ誠。いざ行かん札幌へ。はいはい、北海道ってやっぱりすごく広いわね。でっかいどー。上陸してからだいぶ走ったもんな。北海道って涼しいんだろ。ようやく寝苦しい夜ともおさらばだぜ。男だらけのルーフテント、サウナみてえになってたからな。目が覚めるとほぼ裸だ。ある意味すがすがしい。そのまま出てこないでね。札幌中央市の中心部か。周辺の雄大な自然と対照的に賑やかだな。で、雪祭りってまだやってねえの？それ、ボケてるつもり？でもやっぱり都内よりは涼しいかな。過ごしやすそうでよかった。ひとまず目的地には着いたけど、ソフィア、ジェイルの反応はある？ある。匂いがプンプンする。おっさんの言った通りかよ。となると善吉が目をつけてるやつが札幌のキングって可能性が高まったな。とりあえず情報収集も兼ねてこの辺りを巡りましょうか。でもその前にお風呂、昨日入れなかったし。賛成。まずはすっきりしたいよね。私の出番だな。 500m 先に入浴施設があるぞ。さすがソフィア、仕事が早い。お前らはお風呂タイムか。その間我が輩は情報収集しておく。モナちゃんは後で、私が体を洗ってあげるね。な、何？それくらい自分一人で。猫は濡れるのを嫌う。なるほど、データ通りだ。我が輩をそこいらの猫と一緒にすんな。データ書き直すげ。そうだ、私も銭湯に入ってみたい。誰かスマホごと中に連れてってくれ。熱々の湯にスマホってぶっ壊れんじゃね。ほら、とにかく行きましょう。ソフィア、案内はお願いね。ふんふん。探してきたぞ。今はこれを受けてるぞ。この依頼を受けるのか。お仕事だな。この依頼を受け、お仕事だな。この依頼を受けるのか。お仕事だな。これをやるのか。オッケーが、これをやるのか。お仕事だな。これをやるのか。お仕事だな。これをやるのか。お仕事だな。今はこれを受けてるぞ。ミッションコンプリートだ。今はこれを受けて取りやめるのか。オーケー、やめといたぞ。この依頼を受けるのか。今はこれを受けてるぞ。この依頼を受けるのか。これをやるのか。この依頼を受けるのか。オーケー、これをやるのか。オーケー、頑張ろうな。これをやるのか。
綺麗なお花を見てありがとうって言ってくれてるわ。でも会えないから寂しいよ。あそこで何かあったのかな。お花をお供えしてるね。誰か亡くなったのかも。そういえばニュースで見たことあるわ。大通公園で起きた雪像の崩落事故、確か小さな女の子が犠牲になったって。その子や家族のことを思うと胸が詰まるな。そうだね。どうした、風呂に行くぞ。ですか。どうぞ。それですか。どうぞ。それです。どうぞ。お買い上げですか。レシートは。お買い上げですか。どうぞ。お買い上げですか。どうぞ。お買い上げですか。レシートは。あざました。楽だぜ。体に染み渡るな。ああ、旅をして分かった。人には裸になる瞬間が必要だと。え、どういうこと。つかやっぱ広い風呂っていいよな。家じゃこうはいかねえし。今回は長旅になりそうだからな。都度緊張をほぐすのは重要な。そんなになる？ちょ、恥ずかしいから春に聞きなよ。春だってほら。え、ちょっと。おお、やるな春。こっちも破壊力あるぞ。こら、あんまり騒がないの。私たちだけじゃないんだから。
え、ああそうだな。え、にしてもマジで気持ちよすぎるわ。モルガナも来りゃよかったのに。ソフィアもな、肉体がないというのも良し悪しなのかもしれん。つうかあいつってやっぱ謎だわ。それは聞いたけどよ、なんか心を学びたいとか言ってたじゃん。人の心か。俺も絵で表現しようと試みはしたが、道半ばだ。陰にして陽、美でありながら衆、知れば知るほど謎は深くなる。あいつ俺らと普通に話してるし、んなこと考える必要なくね。ソフィアは人の良き友人になる方法を探しているんだろう。そのために心というものをよく知りたいと考えてるんじゃないか。へえ、そういうもん？ソフィアがそう望むなら応援してやろう。世話になっているのは確かだ。そうだな。どっか抜けてるとこもあるけど、やべ、そろそろのぼせてきたわ。上がってコーヒー牛乳とか飲まね。お、そっちもありだな。迷うわ。いや、風味付きは邪道じゃないか。ここは北海道、酪農も盛んな北の大地だ。その恵みを真に理解するには、いや、好きにしろよ。よし、心も体もすっきり爽快。ほんとすごくいいお湯だった。教えてくれてありがとう、ソフィア。ノープロブレム、また役に立ってしまった。なんかそっちやけに静かだったね。いや、まあいろいろよ。ん？善吉から電話だぞ。よう、こちら正義の味方だ。札幌には着いたか。長谷川善吉だよ。つか分かってて言ってんだろ、おめえ。夜にでも合流するぞ。お前らのキャンピングカーで作戦会議だ。善吉が来るのか。よし、じゃあ一度車に戻ろうぜ。よし、集まったな。改めて札幌のキングについて話そう。容疑者の名前は兵藤真理子。驚くなよ、こいつは札幌中央市の現市長だ。市長？嘘、市長って札幌で一番偉い人ってことでしょ。そんな権力者がキングに。確かにな、ありえない話ではないか。てか、なんでそいつがキングだってわかんだよ。支持率の異常な上昇だ。札幌での兵藤市長の支持率は現在 88%。 わずか2ヶ月で50ポイントも増加している。 50?ええな、いきなり確変したのか。すごいというか、普通に考えたらありえない数字ね。それだけじゃない。一月前、
市長の反対勢力でもある市議会議員3人が突然汚職を告白して辞職した。その後長い間対立していたはずの議会が市長の条例案を支持し始めた。でこのタイミングで市長改選選挙、いろいろできすぎてて疑いたくもなるだろう。兵道は国政進出を見据えてるって噂もある。公安としても捜査に乗り出してるが、今のところ全く尻尾がつかめてねえ。これをどう思う？だろ？だからお前らの出番ってわけだ。怪しくはあるか。しかし本当にキングかを確かめるにはキーワードが必要だが。それなら問題ない。奴は演説でたびたびエマの名前を出してたらしいからな。街頭演説の中でキーワードを拡散していた可能性は高い。じゃあ演説見に行けばキーワードもわかる？おそらくな。兵道真理子の街頭演説は10日に涼しのであるって情報だ。投票日も近いし数千人って規模の群衆が集まるだろう。すげえな。有権者を丸ごと改心させているならそれくらいは当然か。どうかした？ハル、ちょっと気になることがあって。兵道真理子、どこかで聞いたことがあるような。市長さんだもん、ニュースとかでじゃない？そうなのかな。うん、ごめんなさい、気にしないで。念のため言っとくが、直接接触しようとするなよ。こっちの動きがバレると厄介だ。お前らは演説日までおとなしく観光でもしてろ。ねえ、一ノ瀬さんのこと話しておかない？今後のこともあるし。わかったわ。なんだ、どうかしたのか？エマの開発者と取引した？いや待てよ、一ノ瀬クオンだったな。一ノ瀬、あーその名前報告書にもあったな。エマの元開発者一ノ瀬クオン。調べてたのかよ。マディスのことをな、その報告書に書かれてたんだよ。エマをマディスに移譲した開発者ってな。そんなのとよく取引できたな。そのいろいろあって。エマを誰かが悪用しているならあの人の協力が必要だと思うんです。エマの元の状態と今の状態比較して調べられるのは一ノ瀬ぐらいだ。なるほどな。報告書を見る限り危険なやつじゃなさそうだが、情報源が増えるのは悪いことじゃない。だが今後はもう少し慎重に頼むぜ。俺はお前らを信用して機密情報も流してんだ。知らないところでリスクが増えるのはごめんだ。ええ、そうするわ。それにだ、お前たちが頼るべき相手は俺だぞ。ほいほい、新しい協力者を見つけてもらっちゃこっちとしても寂しいってもんだろう。なんか急に協力者アピールしだしたぞ。おっさんが頼りになんねえから俺らでいろいろ動いてんだろうが。仕方ねえだろ、認知がどうとか俺にわかるか。それとおっさんじゃねえ、俺は池王子だ。
何か言って慰めはいらねえよ。そっちが降ってきたんだろうが。とにかく10日の街頭演説だ。10日になるのを待つしかないか。仕方ないよ。それまで体調とか整えてきっちり準備しとこ。ああ、善吉の言う通り、観光でもして過ごすとしよう。なあ、せっかく北海道来たんだし、海鮮とか食いに行こうぜ。北海道発祥のスープカレーも外せんぞ。私は赤レンガ庁舎に行ってみたいな。お花がすっごく綺麗って聞いたから。オーケー、全部のスポット回れるようにプラン立てとく。さすがソフィア、案内よろしく。古そうなのに超おしゃれ。かつて道庁の本庁舎だった北海道のシンボル。これは素晴らしい。新たな着想が次々に湧いてくるぞ。お庭もすごく素敵。花壇にもいろんなお花があって。あれ、あそこ。ちょっとあなた、花壇の花が枯れてるじゃない。申し訳ありません。ですがこの暑さですから。言い訳なんて聞きたくない。市の名所には一つの欠点も認められないわ。私はこの札幌中央市の最高責任者。どうかどうかお許しを。路頭に迷いたくなければ24時間休むことなく全ての花壇を監視なさい。承知いたしました、市長。怖え、なんだあれ。いや待て、今市長って言ってなかったか。あら、あなたたち観光かしら。せっかく来ていただいたのにごめんなさいね。職員の集体を見せてしまって。ああ、いえ。あら、でもそんな、あなたもしかしてハルちゃん。え、ああ、覚えてないかしら。まだハルちゃんが小さい頃だったものね。私よ、兵藤真理子。奥村社長、あなたのお父様にお世話になった。兵藤って、この人が市長の。みんな落ち着け。もしかしてマリスさん。そう、嬉しいわ、覚えててくれて。え、ハル、この方と知り合いなの。そう、うん、そうなの。小さい頃にお世話になったマリさん。マリさんは昔奥村フーズの取引先の方で、お父様がよくゴルフでご一緒しててね。私が一人で退屈そうにしてるとよく相手をしてくれたの。すっげえ偶然。まさかの展開だな。ハルちゃん、お父様のこと本当に残念だったわ。いえ、ご心配をおかけしてしまって。何か困っていることはない？私はいつでもあなたの味方だから。ありがとうございます。会社の経営陣も信頼できる方ばかりですし、
大学とも両立させて私なりに頑張ってます。支えてもらってばかりではなく、自分で前を向いて歩いていかないといけませんから。はるちゃん立派になって。マリさん、みんなが見てます。ごめんなさい、感極まってしまって。つい今日はお友達と観光だったのかしら。皆さん札幌を満喫してくださると嬉しいわ。札幌を気高く美しい街にするために職員にも尽力させているから。ほら、あなたはさっさと替えの花を用意なさい。はい。私がいないとすぐ手を抜こうとするんだから。ごめんなさい、お見苦しいところを。それに申し訳ないけど、これで失礼するわ。選挙前でいろいろ忙しくて。困ったことがあったらいつでも言ってね。春には悪いけど、裏表の激しそうな人だったわね。マリさん、昔は誰に対しても優しい人だったのに。本当にあの人がジェールのキングなのかな。さっきの怒り方普通じゃねえよ。あそこまで言うか。ハル大丈夫？うん大丈夫、ちょっと驚いただけ。それよりごめんね、キーワード聞けばよかったよね。ええ、そんなの気にしないで。まだ街頭演説があるもの。そうだな、後で必ずチャンスは来る。今日のところはひとまず街で兵道の噂集めでもしておこうぜ。うん、ちゃんと調べなきゃ。疲れた。